先週も、ね、同じ状態から入ってますけど、まあ、今日はちょっと簡単なやつで、後ろ蹴ったんですけど、自分の方に相手の遠い方の膝の外側をキャッチしてもらって、自分の方にこうなってるように持ってきて、で上の足の膝の裏を相手の膝裏にしっかり引っ掛けてください。で、このまま固定しておいてください。途中で伸びたりしないようにしてください。で、右手は相手の膝裏キャッチしてもらって、左手は今相手の背中側の胴着を静かに見てください。まあ、帯でもいけると思うんですけど、僕はあの背中側の余ってる胴着持つ方がいいです。で、このまま、左の肩をマットに入れてもらって、で後ろついたら右手離してもらって、上の、相手の脇の下から手を通して相手が逃げないようにロックしてもらって、でもう下の足でフック入ってるはずなんで、そのまま逃がさないように乗せて下から手を通してシートベルトを包む。で相手のお尻高かったら一緒にバックを通して、これサイド取って、首の方の枕取ってる手抜いてもらって、こうですね、相手の脇腹に両手集めてください。で、経由して後ろ膝作る、相手の膝の横に寄せて、上の足で、キャッチしてください。相手が向こう向かないようにしっかりロックしてください。右手は膝の裏。でもう、余った方の左手は相手の背中側の胴のキャッチ、もう雑に持っちゃってます。で左の肩を作る、この時に肘立ってるとうまく回れないです。回ったとしてもこう相手の背中に自分の肘が巻き込まれてうまく回れなくなっちゃう。そしたら肩が肩が先についてこの足で相手をめくるような、相手の後ろついたら右手離してもらって、脇を寄せてシートベルトを使います。その後に調整して、腹筋を使います。で今度は右手を捕まえますね。で今度は下の足に相手を一回ここで止めておきます。で今度左の手を相手のこの上の手を巻き込みながらこっちで相手の腕がこう僕の脇の下に来るようにして相手の下の襟をキャッチして、ぐるーっと来てもらって下の襟キャッチ、準備できたら右の足を背中側に起こしながらしっかり相手の腕巻き込んでください。引き寄せてまずは上の足 でゆっくりこう下の足にパスして、で相手の腕ぐるっと巻き込みながら相手の下の上に余った上の足を相手につながる引っ張りながら、こう、この足入ってるんで、逆側に残して、もう一個、